京都伝統でない地形電車は、京福電気鉄道が、同社営山線で使用していた、通勤系電車。同社の前身である、京都電灯が、同線の開業時に新造した車両である。1925年に、営山線の開業に際して、日本車両で1から6の6両が製造された。全長は12.3メートル、片開きにドアの木造車で、窓配置は、 D10D。電装品等は、当時一般的であった、アメリカ製のものでなく、ドイツイギリス等のものを使用している。車体が短い上に、大型の台車を使用していたため床下の偽装が、難しく、抵抗器が屋根状にあるのが特徴であった。モーターは2台で、各台車の外側軸に配置されている。当初連結器はなく、終電装置は、ダブルポール、塗装は、 緑一式に扉はミス塗りであった。1929年に自動連結機取り付け、1930年にシングルポールに、1953年から順次、現在のデオ600と同様の二色塗装に改められている。輸送力の小ささから1954年から順次に両固定編成化された。電気ブレーキはなく、 もっぱら平坦な永山本線で使用されていた。1964年に、デナ500系導入に伴い全車廃車された。なお、1970年の北山通海通による、車庫改装前まで、廃車後の一両の車体が、修学院車庫で、倉庫兼休憩所として用いられていた。ありがとうございます。